こんにちは、ブルーホスです。本日もね、バイオハザード4行って、タイトルコールすらさせてもらえない現実、ムカつく。はい、ね、いや、いい落ち着いたね。もう今日はぐっすり寝れそうな、そんな予感がする。いや、くそ、いきなりか。なんか誰かいないのか。大丈夫そう。 OK、 じゃあもう終わる。あ、そっか、でもまだあいつが、なんだろうな、あいつサドラーの命令であれかね、後始末やりなさいみたいなこと言われた感じなのかな。もう一発ぶち込んで、あの跡形もなくアメリカーノを潰しなさいみたいな。うん、オズモンツサドラ、結局サドラーってスペインじゃん。ヘリコプターの残骸だわ。あれ、今なんだっけ、なんか2つあったよね、気のせいか。あ、いるね、いるね。やっぱりあれなのかな、ボウガン系の敵はちょっと少なめなのかな。よっしゃ、じゃあ行きますか。 OK、 なんか今日は、テンション上げていきたい、そんな気分。でもあの、いつもごとく冷静に。ちょい。 OK。 なんかね、あの突っ込まれたことある。あのリロード早すぎるって言われるね。100発もあるのに1発撃つごとにさ、リロードするって、なんかね、まあ、あの万が一さ、その1発がさ弾切れてとかってあったらさ、やっぱね怖いから。あの僕ビビリ症なんでね、本当にビビリ散らかす感じのタイプなんで、まあいいじゃないですか。まあそんなきたらそうせないです。それぞれ12シャンシャンにまく言えねえよということで、くるっと回って、ほいちょっと待って、ショットガン撃たれて何ともびくともしないこいつら、なかなか体幹が強いのかな。体幹関係あんのかな、よくわかんないけど。あーはー、いまだに、よし、ゼロ距離、ちょ、入る前、オッケー、よし。いや、だいぶ暑くなってきた。あのね、毎日今ね、あの会社に行ってさ、その脂肪燃焼効果を高めるために一応ね、コーヒーを飲むんですけどね、コーヒーでそのまあアイスコーヒーがね、やっぱもうこの季節美味しいやん、美味しいから入れようと思ってるんけど、そのまあマグカップの3分の1くらいそのお湯を入れてコーヒーの粉溶かして、でまあなんて言ったらいいんやろ、あの残りは氷を入れてみたいな感じでこう冷やすんやけど、時々ねやっぱ氷をね作るの忘れちゃってることがあるからな。それのせいで、あのこのご時世でね、ブラックコーヒーを飲むっていうのはチンだわ今。そう、今日がその忘れた日、クソアチーの今だからもうなんかテンション上げてね、あのクソアチーなんかやっていかないとちょっともうやっていけんなっていう感じなんで、まあなんかみんなも上げ上げでいこうぜね。今からあのレオンがレイダをレイプするシーンが出てくるからね。さあ、私と気持ちよくなろう。いいわよ、逆にあなたに刺してあげる。ね、まあどうでもいい話だよね。なんかあの最近サイコパスのなんか動画がちょっとコメントをいただいたりとか、サイコパスに関する話をした動画にコメントをいただいたりとか、まあ、それからね、なんかツイッターの方の DM でもなんかサイコパスについてなんか話してくださいよみたいなことをね、いただいたものがあるんですけど、なんかサイコパスってすごいですよ。4人に1人いるらしいですね。あくまでアメリカで取った統計なんで、日本人はもうちょっともしかしたら少ないのかもしれないけど、あのその割合っていうか確率的にはなんだけど、その 25% の確率、ごめん、 4%、 そう 4% の確率でいるんですよ。で 4% ってことは25人に1人いるから、今のだいたい小学生とか中学生の学級っていうのがまあ20人から25人くらい1クラスだと思うんだけど、ってなったらそのクラスに1人はサイコパスみたいなやつがいるんですよ。だからサイコパスがいるんですよ、まさに。っていう感じなんだよね。ってなったら結構な割合で怖いなと思うけどね。だってサイコパス、その、2つあって、精神的に不適合な、なんかまあちょっと人を、なんて言うんだろうな、いじめたりとか、それかまあ、殴ったりとかして、もう、その、全然、上手ね。でも全然その苦というかその気にしないタイプの人
ットと、あとで社会的に不適合な、この2つを言うんだよね。だから例えばその社会のルールを守ることができませんとか、それから人のことを騙したりとか殴ったりとかしても罪悪感を覚えませんみたいな、なんかこれの7つなんかその一応分類があるらしくって、その7つのうち3つ以上を当てはまったとしたら、その人はもしかしたらサイコパスかもしれないっていうので、確かね、7つ言うと、1個目がね、社会的規範、要はルールに、順応できないいい人ってことね。だから平気で犯罪を犯しちゃう人みたいな感じ。それから2つ目が人を騙したりとか操ったりするタイプの人。それから3つ目に、衝動的、まあ要は感情がバーって表に出やすかったりとか、それからまあ攻撃、計画性がない人とかね。うん。だから場当たり的に行動しちゃう人って、だから衝動的って言うんだけど、あともう一つが、カットしやすかったりとか攻撃的だったりとか、だからなんか、SNS とか見てても、そのなんかこいつ死んだらええんちゃうとかな、なんとかなんとかブスとかさ、訴えたるみたいなことを書いてる人とかっていうのは攻撃的なパーソナリティだったりするよね。だから5つ目に、人とか自分に対しての、まあ、身の安全を考えない。もうどうなってもいいや、みたいなね。うん。そんな感じのタイプの人。だから6つ目に、無責任な人。だよね。何年が起こっても、まあ、だから身の安全を考えないのと無責任って、まあ、ある程度似てるところかもしれないけどね。それから7つ目に、他の人を傷つけたりとか、物を盗んだりとかした後に、罪悪感を覚えることが全くないっていうタイプだったりするんですよね。こういうのが、まあ、3つ以上今言った中で、当てはまるタイプの人っていうのは、まあ、サイコパス気質があるということなんで、やばいよっていう。まあ、ただ、そのね、3つって、まあ、結構な数あるから、それがね、大体まあ25人に1人くらい、だから 4%。っていうのが当てはまりますよっていうのを、そんな感じがしますね、まあ、立派なものをお持ちです立派なものをお持ちで、うん、見えた、うん、今あれだよね、目を細めたのはね、ああこいつはビジュアルドレスはやっぱり黒かそんな。で、あ、そうそう。で、4% っていう数字がいかに高いかっていうと、そのサイコパスとかって、なんだろう、心理学とかを勉強してる人とかはよくどんなものかっていうのを、分かってる人って多いと思うんだけど、その一般的にそのマスコミとかが取り上げるのっていうと、あんまりサイコパスっていう言葉って聞いたことがないと思うんですよね。だからまあ最近まあその、だんだん流行り言葉になってきてるから、冗談交じりで、サイコパスあいつサイコパスやサイコパスやみたいなこと言ったりするけど、でもマスコミとかでそのなんか対応しなきゃいけないのって、なんかサイコパスってやっぱりそのなんでこいつこんな近いの、あ終わっちゃった、早っ弱っびっくりした、はい、立派なものをエロい意味にしか聞こえないのよね、だからただ腰振るだけの男に興味はないわ、テクニックもあなた学んできなさいってことよねまあそれはいいや、あのね、で何の話したっけ、あそうそう、だからね、だから基本的にそのサイコパスって相手を傷つけるね方の話になってくるから、あんまりねマスコミとかでね取り沙汰すことってないのよ。なんかまあ不良少年がそのねなんか少年に入りましたみたいな、そんなさ相手を傷つけたとかって話だった、構成物語みたいなのがあるけど、サイコパスってあんまないよねそういうのって。で一方で摂食障害ってさ、本人が苦しんでるからこういう同じ苦しみを持っている人たちでなんとかしましょうみたいな、そういう話があったりとかすると思うんやけど、それはあるんですよ、それはあると。であともう一つが統合失調症、うん、統合失調症っていうのがあって、まあ、統合失調症っていうのは、まあ、心の病だったりするんだけど、統合失調症が、1%、いや、100人に1人。うん、で、摂食障害、食べ過ぎたりとか、まあ、それから、全く物が食べられなかったりとかっていうようなタイプね、に関しては 3.4% なんですよ。ってことは、その、食べることに苦労をしている人が いたりとか、それから自身の心の病で苦しんでいる人がいる一方で、100人に1人とか100人に3人とかね、いる一方で、相手を傷つけるタイプの精神的病気を持っている人たちっていうのは、100人に4人もいるんですよ。うん、4倍とか 1.3 倍って言ったらいいのかな、うん、の確率でいるわけですよ。これ結構恐ろしいと思うんですよね、うん、だからまあそれがどういう背景を持ってそういうその相手を傷つけることが平気になってしまうようなタイプの人たちが生まれてきたのかっていうところまでは、まあちょっと研究としては出せてはいないみたい、出せてないというか僕がまだ調べられてないだけだと思うんだけど、
たんだけど、まあまあそこに関してはね、ちょっとね、皆さんの周りでだからこいつちょっとやばいなって思うタイプの人はもうなんだろうな、あのまあ相手にしないっていうことちょっと難しいから、そのかといって反撃をするとか、マニピュレーターって言葉をね、あの皆さんにお伝えしたことがあると思うんですけど、その自分がいい人だと思い込んでいるし、その社会的不適合者だっていう自覚がないんですよ、そういうサイコパスの人たちっていうのは。だからそういう人たちって自分がやってることは善だと思ってるし正義だと思ってるし、逆に自分の考え方とか行動に共感できないとかついてこれないとか一緒になってやってくれないとかっていう人たちはもう悪だみたいな風に思ってるわけなんですよね。だからすごい攻撃的になるんですよ、そういう人たちっていうのは。だから、そういう人たちとはまず関わらないっていうのがまあ一番だし、関わらざるを得ない状況だったとしたら、あのね、なんかね、あのこいつと関わりたくないなっていうような行動を取ったりするのがいいんですよ。例えば、どうだな、あの、2チャンネル解説創設者の、こいつってどうやって戦うんだったっけ、いや、こいつでもなんか、あっちょっと危ない、ふいっ、急にでも XC とか出てきたら危ない、どうぞ。だからあのひろゆきさんなんかがそういうなんかね、なんかネチ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 言ってくるおつぼねの対策方法を教えてくださいみたいなことを相談した人がいるんだけど、その人に対してはそのなんかネチ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 言ってきたら、なんか急に耳を押さえたりとかしながら、なんかわーって言ってみてくださいみたいな。だからそのわーっていうことによって、なんかあの周りからそのあこいつなんかあおつぼになんかやられてるみたいな風にこう認識をしてもらうっていうことにもつながってくるし、しかもそのなんて言ったらいいんだろう、あのそれをするたびになんかあのあめんどくせえこいつっていう風に思われるようなことになるから、そうなってしまったら、あそうなってしまえばなんて言ったらいいんだろう、あのこいつと関わるのもやめようみたいな風に思ってもらえるから、なんかわーって言ってなんか自己防衛に走ってみてくださいみたいな。ああああ、やっぱ目玉が飛び出してきた、ああんなのあるんだね、あべべ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 ちょっと待って、これやばいね。あ、やばい。うっ。あ、こうちょっと待って、この距離だとですよね。ふっ。オッケー。オッケー。体力高くない？あ、ちょっと待って。もう一回。ナイフ。え？お。あらー。やっちまったどうしよっかな。まあなんかこいつラスボスにふさわしいっぽい感じするし、一旦ここで区切ってちょっと次回パートで最後までやってクリアっていう感じにしようかな。ごめんなさい、ちょっと中途半端ですが一旦ここで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。